帝国となりましたのでただいまより第5回チーム新当時全国大会を開催いたします私は司会を務めさせていただきます環境省自然環境局温泉地保護利用推進室の馬場ノと申します本日はどうぞよろしくお願いいたします <laughs> 本日は会場とウェブでのハイブリッド形式で実施しておりますので ウェブでご参加の方はマイクをオフとしていただき質疑応答等で司会者より指名があった場合ご発言時のみマイクをオンとしていただきますようよろしくお願いいたしますまた本日の様子は後日環境省公式 YouTube チャンネルで配信いたしますので画面の撮影や録画等を行うことはお控えくださいますようよろしくお願いいたしますなお資料につきましても後日環境省ホームページに掲載いたします まず、本大会の主催となっております環境省より、自然環境局自然環境整備課長の萩原より、開会のご挨拶をさせていただきます、えーあの。環境省自然環境整備課長の萩原でございます。本日はあの第5回目となります、チ、えーム新東寺全国大会へのご参加、誠にありがとうございます。 また、市民の,の皆様方におかれましては、日頃より各種取り組みにご尽力いただきまして、この場をお借りしまして、えー、感謝を申し上げたいと思います。今回あの、静岡県の主催であります、明日ですね、行われますあの、令和5年度の藤の国食と温泉文化フォーラムのと閉鎖、閉催する形でですね、今回あの、静岡県沼津市にて全国大会を開催しております。本日の開催にあたりましては、あの静岡県さんには多大変なご協力いただきまして、ありがとうございました。 本日はまず、全国新東寺効果測定調査プロジェクトの取り組みにつきまして、日本健康開発財団の早坂先生にご報告をいただいた後に、温泉地の歴史、文化を生かした新東寺の取り組みをテーマとして、東洋大学の国際観光学部の内田先生、群馬県文化振興課の山中様のご講演をいただきます。また、温泉地の取り組み事例の紹介といたしまして、三朝町,町の観光交流課の藤井様、 知事折温泉郷新興株式会社のキーマン様にご発表をいただくことになってございます。併せてあのハイブリッドの開催でございますけれども、今回、久々の、えー、リアル開催ということでございますので、後方の方にですに、ね、チーム員の方々によります、えー、活動状況などの展示も変わっておりますので、えー、お時間のあときにご,はあのご覧いただければと思います。そしてあのプログラムの最後,最後の後半でございますけれども、会場でご参加いただいた方々に対象としていました交流会を開催する予定でございます。 えー、皆さんあの、ご承知のとおりです、ね、新当時は温泉入浴に加えまして、周辺の自然、歴史、文化、食などを生かした多様なプログラムを楽しめまして、また地域の人々との触れ合いを通じて、温泉地で心身ともにリフ,レ,フレッシュすること、そして温泉地を多くの人々が訪れることで、温泉地の自身のですね賑わいを目指すということを目指しているということでございます。コロナ禍ままして急速な観光もも見かぶるところではありますけれども 新当時の推進には、多様な連携が必要かかせでございますので、このチーム新当時の自治体、団体、企業等による多様なネットワークを通じまして、温泉地において多種多様な連携が生まれ、さらなる取り組みが展開されることを大いに期待したいと思います。本日は限られた時間でございますけれども、温泉地の活性化に向けまして、皆様と活発な意見を交換できればと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは早速ですが順次プログラムを進めさせていただきます本日のプログラムを画面に投影しておりますがまず初めにチーム新当時の活動状況報告と平成30年度より実施しております全国新当時効果測定調査プロジェクトの実施状況についてのご報告をさせていただきます続いて今回の全国大会のテーマである温泉地の歴史 文化を生かした新当時の取り組みに関するご講演と、チーム新当時メンバーからの活動事例紹介を行っていただきます。また、終了後に現地にてご参加の皆様には、意見交換会を実施させていただきます。それでは、チーム新当時活動状況報告を環境省より行わせていただきます。 皆さんこんこにちは。私は環境省の温泉地保護を利用する進出の大田でございます私の方からチーム新東寺の活動状況報告の説明を簡単にさせていただきますまずチーム新東寺とはですけれども環境省では新東寺の趣旨にご賛同いただける団体や個人の方を結ぶネットワークとしてチーム新東寺の取り組みを平成30年から運営してございます で今年の10月時点で、こちらにあるとおり、418団体、個人の方の,あのご参加をいただいているという状況でございます。チーム新総同時の活動としましては、本日開催しているような全国大会やセミナー、あとはあのメルマガとかニュースレターといったさまざまなチャンネルを通じた情報発信を行っておりまして、で同時にいろいろチーム員の間の交流の場も設けたりしているところでございます。 またこれ以外にも温泉,地の滞在プロあ温泉地での滞在プログラム増成のための側面支援なんかも行っているところでございます。これらの活動状況について次のスライドでご説明いたします。<laughs> こちらが令和5年度のチーム新投資の活動ということで上のところがあのイベントの,あの開催ですけれども、えっと、セミナーについては7月に一度開催いたしましてであの9月にあの結果概要をあのニュースレターで発信させていただいたところです。 でこの後にあのに今年度内ではあのセミナーを2回開催する予定でして、えー、あの12月のセミナーにつきましては近々メルマガで発信をさせていただきますけれども日付はあの決まりまして12月の8日の金曜日の午後にあの東京都内で開催予定してございます。 でテーマはあのデジタルマーケティングがもたらす温泉地の活性化ということで、あのーまあ、あのそういったテーマであの活動されている方のご発表を予定しておりますのであのメルマガでの,あのご案内後にあのぜひともご参加いただければと思います。 あと次に下にある新当時モデル調査ですけれどもこちらの上のコンテンツモデルというのが先ほどご説明した温泉地での滞在プログラムを作る場合の側面支援の,あの事業でしてこちら今年度2件採択して現在動いてございます下にある共同モデルにつきましてはあの温泉地の滞在効果を検証するための調査に対して側面支援を行うメニューとなってございましてこちらは3件採択して今年度動いているところでございます こちら、あの共同モデル調査については、来年度の公募をあの今年の12月ごろからまた開始する予定でございますので、ご興味がある方はぜひご参加いただければと思います。あと、このほか、来月以降もメールマガジンは毎月発行いたしますので、あのチーム委員の方であの告知を行いたい方とか、あとは活動状況のご報告をしたい方とか、あのメールマガジンであの随時募集してございますので、ご興味ありましたら、事務局の方にあのご連絡いただければと思います。 あと、ニュースレターにつきましてもあの、7月のセミナーの結果概要といったものから、あのそれ以外にもです、ね、チーム員の活動状況の,その報告ということで何、何名かの方にヒアリングさせていただいて、ちょっと詳しめに活動状況をあのニュースレターに落とし込んだり、あとは先ほど申した、あの新登場モデル調査のです、ね、取り組み状況なんかも、ニュースレターに落とし込んであの、発行したいと考えているところでございます。 で続きまして、こちら、あの新当時の実現に向けた連携事例集ということですけれども、こちら、会場後方の展示スペースのところにも冊子をお貸していただいてございますけれども、環境省では、チーム員の皆様の,あの連携している事例というものに特化して、取り組み状況を整理した冊子を作ってございます。でこちら、環境省のホームページにもあの掲載してございますけれども、30ページほどの冊子になってございますので、ぜひお取りになっていただければと思います。 あとすみませんここからはですね少しこれまでの内容と毛色が違うんですけれども、えっと、新当時の取り組みの一環として、温泉レースの有効活用といったものも環境省としては進めてございます。でこちらのセミナーのご案内です。でこちら、あの左側が令和4年度に開催したセミナーのチラシになるんですけれども、でその右側がですねそのセミナーの時に、翌年度の,その温泉レース関係の設備導入なんかを支援する補助金。 についてあのメニューを整理した冊子もあのその場であの発表してございましてそちらの,あの簡単な概要になりますで。このセミナーは毎年2月ごろに開催しておりまして毎回ウェブであの完全ウェブで実施してございますのでどなたでも参加可能ですのでまた近くなりましたらメルマガであのご案内いたしますのでぜひご参加いただければと思いますと続きましてこちらも温泉列関係なんですけれども昨年度から温泉列有効活用に向けたコンシェルジュ事業という事業をあの実施しております。 でこちらは地域で一体となって温泉熱をまあ横活用していこうとで、どういった設備導入をしていこうといったあの、まあ、意思があるあの地域の方に、まあ、検討を始めたいけれども、そもそも温泉熱を使うというイメージがわかないとか、なので、専門家も交えて勉強会とかワークショップをしたいといったニーズに対して、あの <laughs> 環境省から専門家を派遣する事業となってございます。 こちらも展示スペースにチラシを置いてございまして今年度のまだ募集が12月の末まで続いてございますので地域での,そのこういった取り組みがあの起こっているといった状況であればぜひあの支援させていただきたいのであの手を挙げていただければ幸いです以上簡単ですがチーム新党時の活動状況のご報告でしたどううもありがとうございました。続いて講演に移りたいと思います なお以降は講演者のご発表後にそのまま質疑応答へと移らせていただきますがご発言いただける方のうち会場の方は手を挙げていただきますと事務局よりマイクをお持ちいたしますので所属とお名前からご発言をお願いいたしますまたウェブ参加の方は画面下部にあります挙手ボタンを押してください司会より指名させていただきますので指名された方はマイクをオンにしてから所属とお名前よりご発言をお願いいたします それではまず、温泉地全体での療養効果を科学的に把握し、その結果を全国的な視点に立って発信することを目的に、平成30年度より実施しております、全国新当時効果測定調査プロジェクトについて、一般財団法人、日本健康開発財団、温泉医科学研究所所長、そして東京都市大学教授、早坂慎也先生よりご報告いただきます。それでは、早坂先生、よろしくお願いいたします。 はい。よろしくお願いいたします。音声大丈夫でしょうかはい。それでは、あの、始めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。私の方からは、新当時の効果測定調査プロジェクト今年度の取り組みと今後の展開ということであの、ご報告をさせていただきます。よろしくお願いします。次のスライドをお願いいたします。 こちらはいつものおなじみのスライドでございますけれども、私どもが担当しておりますのは、画面向かって右側のです、ね、新当時の効果の把握と普及、全国展開というところで、こちらの評価ですね、こちらの評価の方をさせていただいているということになります次のスライドよろししくお願いいたします。 はい。こちらの方なんですけども、こちらはもう既に発表済みのものになりますけれども、参加年調査ということで、こちら環境省のホームページにも既に公開されている内容でございますが、2021年の8月にですね、3年分のデータとして11,830件分のデータを取りまとめて公開をしているところでございます。次のスライドをお願いいたします。 はい。えっと、結果といたしましては、まあ、心身の体、えっと、温泉地の滞在後に心身に良い変化が得られたということですね。それから、単にお湯に使うだけじゃなく、まあ、様々なアクティビティを行うことによって、より良い、ま、心身への変化と関連していたということが分かったところでございます。あと、それから長期間、長期間のま、温泉地滞在ではなくてもですね、日帰りは一泊二日であっても、ま、年間を通して何回も温泉地へ訪れることによって、心身に良い影響が見られたということがですね、すでに発表済みの内容でございます。 次のスライドをお願いいたします。はい、今日、あの、ご発表いたあの、発表させていただきますのは、さらにですね、4カ年分のデータの方を、あの、改めて発表させていただきたいと思いますけども、こちらの方、えー、4カ年分の方ですね、データになります。こちらの方はですね、合計1 6929名というか、たくさんの方にですね、ご参加いただきました結果をあのご報告をさせていただきたいと思います。こちらは始まりました2018年からですね、2022年前の え、ま、4か年ということで、あの、いつも通りで、ね、全国の統一フォーマットを行った横断研究という形になります。平均年齢は55.2歳ということになります。次のスライドよろしくお願いいたします。 はい。まず最初ですね、主な結果でございますけれども、1泊2日の方が63.2%として最も多かったということになります。ついで被害の方が22.6%ということでした。この温泉の利用の目的でございますけれども、最も多かったのは、温泉が好きというふうにシンプルに答えていただいた方がですね、58.4%と最も多かったということになります。ついでストレスの解消、それからですね、身体の疾病の療養ということでおいでになった方は、比較的少なく15.1%と、 といいうことでございましたそれから温泉地訪問後の感想ですけれども癒された、ワクワクした楽しかったリフレッシュできた良い思い出ができたということでですね温泉地に訪れればおそらく体験するであろうこういった感想につきましてお尋ねしたところですね、まあ、90%以上の方がこういった感想をお持ちだったということが分かったところでございます次のスライドをお願いいたします。 温泉療法の心身の変化でございますけれども、こちらも、まあ普段私たちが、あの温泉に行くと、こう感じるであろうということをですね、えー、列挙して、え、回答いただいたものでございますが、まあより健康になったと感じられる方が79%から始まってですね、より幸せになった、それから睡眠の改善、え、肌の調子が改善した、食欲が増した、え、ストレスの軽減、え、疲労の改善、え、冷えの改善、 それから肩や膝、腰の痛みの改善、憂鬱気分の改善といったもの、いずれもですね、6割から7割、場合によっては8割以上の方がですね、こういった心身に良い影響を感じたというところでございます。次のスライドをお願いいたします。 はい。えっ、ー、と、今回のですね、新当時につきましては、えー、一番のポイントとなりますのは、ただ単に温泉地に行ってですね、お湯に浸かっておしまいということではなくて、えー、まあ、その、その温泉地に行ってですね、温泉地そのものを楽しむということが、まあ、ポイントになってまいります。まあ、そのためには、温泉地がいろいろ提供しています。例えば、ウォーキングだったりとか、周遊観光、まあ、場合によっては登山とかですね、それからまあ、場合によってはマッサージを受けるとか、そういったこと、様々なアクティビティをやったかやらないかということで、それぞれの方がどのような、 変化があったたかということを示したものでございますアクティビティの参加ありなしというふうに分けておりますけれども、こういったアクティビティに何かのアクティビティに参加された方のですね、心身の変化のパーセントが こちらに書いております。なしの方は、な、えー、しの、えー、文字の下にこうずっと書き並べているところでございますけれども、例えばこちらの星をつけたところですね、より健康という風になってますが、星がついてますけれども、こういったもの、えー、アクティビティがある方はですね、より健康に感じた方が80.7%、えー、アクティビティを実施しなかった方はですね、78.9%の方がより健康になったと感じたと。まあそんなふうに読むわけでありますけれども、この星をつけたところにつきましてはですね、統計学的な優位さがあると。 いわゆる統計学的に差があったよというようなものがですね、この星、マークをつけているところですが、いずれも、あの、アクティビティに参加された方がですね、えー、まあ,あの、例えば健康であるとか、幸せ、それから肌の調子が良くなった、食欲が増した、ストレスが軽減した、疲労の改善、冷えの改善、痛みの改善、憂鬱気分の改善ということで、多くの項目につきまして、やはり何らかのアクティビティに参加された方の方がですね、 え、その改善した割合が高かったということが分かってきたわけでございます。次のスライドをお願いいたします。4か年を実施しての課題でございますけれども、こういった今全国での調査ということで、今、今もお示しいたしましたデータというのはですね、全国のデータをそのまま え、丸ごとですの、ね、お示ししたわけですけれども、個別温泉地における調査結果の活用とはなかなか進まなかったという、まあ、これまでの、えー、まあ、欠点というのがちょっとあったわけでありますで。もともとこの調査結果というものはですね、個別温泉地が PR に活用されるということをまあ想定して行っていたものなんですけど、私どもの方の事務局としては、まず全国の調査の公表のみだったということで、まあ、個別の温泉地の取りまとめを行っていなかったということと、実際に、あの、各温泉地ごとにもですね、そういった取りまとめをあのご自分で するっていうことこもも特別なかかったのですからそのまままま活用がが進まなかったといいう実態がございますそれからこれだけ大きなです、ね、データベースになってきたんですけれども、ほ、え、か、ー、の、まあ、利活用ですね、報告とはもちろんしていたんですが、あ他の研究者からです、ね、外部の研究者からこのデータを、まあ、非常に貴重なデータなんで利用したいという要望が出てきたということがあります。えー、ただ一方で、ですねデータの整理やあの利用のルールというものができてなかったということはございました。えー、次のスライドをお願いいたします ということで、昨年度の取り組みですけれども、一番としましては、新透時効果測定調査プロジェクトをですね、各温泉地で実装できるためのモデル事業を実施をさせていただきました。で、二番目としましては、新透時効果測定調査プロジェクトのデータの利活用のことをですね、方策を進めてきたということになります。次のスライドをお願いいたします。 まずはですね、このモデル事業ということですけれども、実装できるためのモデル事業を実施いたしまして、この6つの温泉地でモデル事業を実施させていただきました。次のスライドお願いいたしますで。内容ですけど、これまで通りですね、浸透時の調査に参加いただくんですけれども、各温泉地ごとにデータを集計解析をさせていただきました。 さらにそれをですね、PR に使えるような形でメディア向けのプレスリリースもですね、事務局の方で作成をさせていただきました。これらを使っていただきまして、温泉地の活性化に向けて、えーまあ、情報発信をしていただきたいという思いがあったわけでございます。次のスライドお願いいたします。 内容としてはこんなところですけれども、えー、まずはデータを取得しましてですね、それぞれの温泉地の良さというのを数値化して、まあ、メディア等で発信をしていただきですね、温泉地活性化につなげていきたいということでございます。えー、次のスライドをお願いいたします。こちらの方は PR に使っていただくためのですね、えーまあ、プレスリースのサンプルでございますけれども、まあ、こういったものをです、ね、各温泉地ごとに作成してお渡しをしたということでございます。次のスライドをお願いいたします。 こちらの方はですね、その私どもの作ったあ、プレスリリース用のですね、あの、チラシの、えー、まあ、結果の抜粋でございますけど、これまでは全体、国全体としてですね、あの、 全国で行っていたものをこういった個別な形で、えー、数値を数値化させていただきまして、全体と比べてどうだったのかということをですね、比較して書いているのが特徴になります。まあ、例えば、全国平均に比べて波動の調子が良くなったと答えた方の割合がですね、84.5%高くということで、全国平均と比較してどうだったのかということと、まあ、そこの選出に合わせてですね、私の方でコメントを作成させていただいたというようなものになります。 それから全国平均と比べて肌の調子が良くなった方の割合が87.8%を高いということだとかですね。全国と比べて、あの、そこの温泉地がどういう利点があったのかということを、あの、改めてこうやって記載をさせていただいたわけでございます。もうちょっと事例の方をお示ししたいと思いますけれども、次のスライドをお願いいたします。はい、こちらの方もですね、全国平均と比べてストレスやコリア、痛み、食欲の改善が高かったとかですね、こういったことを記載をさせていただく。 あとはですね、コメントで、えー、まあ、例えば、の交通の便がいいとかですね、えー、まあ、戦術がいいとか、こういったこともですね、あの、コメントして、そして回答者からいただいておりますので、まあ、こういったものも拾い上げてですね、こういったコメントとして、えー、PR のためのですね、プレスリリースにあの加筆をしているところでございます。では次のスライドをお願いいたします。 こちらも例でございますけれども、えー、まあ痛みや憂鬱、あそうですね、疲労や睡眠、憂鬱など、まあ、こういったコリア痛みなども良くなった方がですね、全国に比べて高いですね。えー、疲労回復した方が全国と比べて高いということで、まあ、特に全国と比較していい点をこうやってピックアップしたということになります。次のスライドもお願いいたします。 えということでですね、あのー、ま、今のような PR のこう文言を入れたですね、プレスリリースのあの、チラシを作ったわけでございますけれども、えー、ま、その後どうなったかということで私どもでもヒアリングをさせていただきました。えー、まずはですね、あの、どこも皆さんこれやってくださっているんですけれども、その実際に参加いただきました温泉組合等の中でですね、共有して各自 PR に利用していただいているとか、あとは中にはですね、地元の新聞社に持ち込んでですね、PR に、まあ、あの、つなげていきたいというふうに、あのー、地元の新聞社に持ち込んだところもあったようです。 それから今後ですね、さらにあの、研究を進めてプレスリリースとしてですね、合わせて活用していきたいというようなお話もございました。えー、ということで、まあ今年度もですね、今後のまあ調査事業の実装化を念頭に入れて、まあ、モデル調査、モデル温泉地のですね、調査を、えーまあ、ちょうど今、まあ、実施しているところでございます。次のスライドをお願いいたします。 はい、え、続きましてですね。2番目のえっと浸透時の効果測定調査プロジェクトデータの利活用ということですが、えこれもすでにだいぶ集まってきましたこのデータをですね。まあ、いかに、えー、他の研究者の先生方に利用していただくかということになるわけです。次のスライドをお願いいたします。はい、えー、まあこれまではですね。あの関係者あのー？ 私どもの事務局だとか、ですねそれから実際に3回出られた温泉の関係者では、もちろんこういったデータは使っていたんですけれども、まあ、外部の方からも、ですね外部の研究者からも活用して、さまざまな温泉の効果を解析したいというようなご要望がございました。ということで、ですねそういった方にもルールを決めて活用していただくということで、進めているところでございます。 研究結果を各温泉地の PR にも活用させていただける可能性もあるのかなというふうに思っておりまして、現在使えるデータとしましては5年間分ということで18,620件分のですね、アンケート結果について、えー、温泉地に行かれまして皆さんのですね、アンケート結果を、えーまあ、使っていただく形になっております。 え、利用希望者につきましてはですね、調査事務局、あの、健康開発財団の方のですね、利用申請をいただきまして、一応一定のルールをあの設けさせておりますので、えー、申請利用、利用をいただきましてですね、データをこちらからあのお貸し出しをするということで、えー、進めております。実績としましては数件の問い合わせがございまして、そのうちですね、もう一件は、 えー、あの、利用をきちんとしていただきましてですね、その研究結果は、学術論文としてもすでに公開されたものもございます。タイトルとしましては、短期間の温泉地滞在における入浴以外の活動の主観的な効果ということでですね、つい何ヶ月か前かにですね、こちらの方はもうすでに公開されたものということになります。次のスライド、よろしくお願いします。 ということでまとめでございますけれども、えー、現在ですね、新当時効果測定調査プロジェクトを各温泉地で実装できるためのモデル事業を実施しているところでございます。また、あーこれまで蓄積しましたかなり大きなデータとなってきましたけれども、この新当時の効果測定調査プロジェクトデータの利活用を進めておりますので、ぜひですね、こちら、外部の皆様方、研究者の方々ですね、使っていただければというふうに思っております。私からの発表は以上になります。ご清聴いただきましてありがとうございます。 早作先生、ありがとうございました。こういったデータがあの PR 等に使われてあの温泉地の活性化に役立てていただけるとうれしいなと思います。